アエロユニオン302便墜落事故は2010年4月13日に発生した航空事故である。メキシコシティ国際空港からモンテレー国際空港を経由してロサンゼルス国際空港へ向かっていたアエロユニオン302便がモンテレー国際空港への侵入中に失速し墜落した。乗員5人と地上の2人の計7人が死亡した。 事故機のエアバス A300 バイト4から203回は1979年に製造され、いくつかの航空会社で運用された。その後、2002年4月にアエロユニオンへリースされた。事故までに55,200時間を飛行し、27,600サイクルを経験していた。アエロユニオン302便はメキシコシティ国際空港からロサンゼルス国際空港へ向かう。 国際定期貨物便だった。302便はモンテレー国際空港の滑走路11への着陸を許可されていたが、侵入中に復興を行った。その最中、機体は失速し CDT23 時18分に滑走路から 2km 手前の高速道路に墜落した。機体は高速道路を走行していた自動車に衝突し、 運転手が死亡した。また、機体も墜落により炎上し、乗員5人は全員死亡した。事故後に、地上で別の死者が発見され、死者総数は7人となった。事故当時、激しい嵐が発生しており、豪雨とウィンドシアが発生していた。メキシコの民間航空総局、エアバスやフランス航空事故調査局等が調査に参加した。調査により302便は、 最終侵入において、通常の侵入速度よりも20ノット以上低い、110ノットで飛行していたことが判明した。また、パイロットが操縦艦を引いたため速度がさらに低下し、スティックシェーカーや失速警報、アルファフロア機能が作動した。アルファフロア機能の作動により、エンジン出力が最大になり、機種が上がり始めたため、パイロットは操縦艦を前に押した。 しかしトリムは調整されず、向かい角は41度を超え、速度は70ノットまで低下した。スティックシェーカーと失速警報が再び作動し、機体は落下し始めた。ありがとうございます。